こんにちは、コストコガイドの浜美です。今週も新商品や念願の商品をワクワクでゲットしてきました。まずはじめにご紹介するのはビタプラスホワイトグレープフルーツカップシラップ漬けです。今まであのルビーレッドグレープフルーツが販売したんですけれども、そちらもちょっと見切りで1577円で出たんですけど、こちらのね種類が入っていました。販売歴はあるんですけれども久々の登場かなと思います。またねゆっくりと食べていきたいと思います。ダイエットにも良さそうですね。そしてそして続きましてユダヨーグルトの飲むバージョンです。こちらドリンクタイプになります。今までね販売歴はあってね登場しているのはしたんですけど、なかなかねコストコの来店タイミングで出会うことができずに今回初めてゲットできました。 500ml がね6本入っているそうです。なんかねやっぱとっても美味しいよって噂があるので、もうね飲むのとっても楽しみにしています。早く飲みたいです。続きましてシチリアの赤いオレンジジュースです。ブラッドオレンジジュースでストレートの果汁 100% です。こちらねあのメルマガ割引の商品でした。冷凍状態でね売ってるので、これを保冷剤代わりにね購入して保冷箱に入れるっていう方もね多いようです。で今回ね気になってたんですけど、なかなか買いそびれちゃったので、割引のタイミングでついに初購入です。楽しみです。続きまして黒サッシュ本格麦焼酎です。2.7 リットルですね。こちら、主人が、お酒大好きなので、晩酌に買っています。今までに比べるとね、数十円高くなったかなと思うんですけれども、それでも、ドラッグストアよりも単価がお得なので、お酒はね、こちら、コストコで買うことが多いです。はい。ちょっとこっそりお料理にも使いたいと思います。続きまして、カットしめじ 500g。こちらもおなじみの商品なんですけれども、単価がね298円ぐらいになってると買っちゃう商品です。このままパラパラっとね石突き取らずに使えますし、冷凍もできますし、ジッパーもついているので、ね、とても便利でかなりリピ買いしています。そしてそしてマーブルチーズのシュレッドチーズです。2種類のねチーズが入っているんですけれども、なんかそれぞれにねチーズを買って2色混ぜるよりもこのマーブルになったタイプの方がお得だったので買ってます。以前よりはねやっぱちょっとお値段高くなってしまったんですけれども、使い勝手が良いので他店よりも安いかなと購入しています。そしてそしてハワイアナスだったかな、合ってるかな、のサンダルです。ちょっとねビーチサンダルにしては高級なんですけれどもね、このねメーカーの良さですかね、そしてデザインの可愛さでお試し初購入です。ね新登場からはねちょっと経つんですけれども、なかなかちょっとビーチサンダルということでお家にあったのでね、なかなかチャレンジすることができなくて今回ちょっとお試しです。ちょっとデザインも可愛いですよね。ロゴも入ってます。今回ストレートのタイプも今販売中なんですけれども、ちょっとこちらも可愛いかなと思って買ってみました。ちょっとね耐久性だったりの履き心地もまた見ていきたいと思います。可愛い。はい、こんな感じで今週もとってもねワクワクの商品を買ってまいりました。食べたり試したり楽しみです。